化石体とは、周囲の岩石の岩層特性によって定義される岩層層序単元とは、対照的に特徴的な化石分類群に基づいて定義される地層区分のことある。化石体は、それに含まれる、四準化石によって定義される。生層序において、化石体は層序単元となる。化石体という概念は、19世紀のドイツの地質学者、古生物学者である、 アルバート・オッペルによって世界で最初に確立された。オッペルは岩石層をその中にある化石化した動物の種によって特徴づけた。オッペルの化石体は主にヨーロッパで発見したジュラキのアンモナイトに基づいており、これを使用して33のゾーンに分類していた。アルシド・ドルビニは彼の概念をさらに強化し、地質学的段階とその生ま女の比較を確立した。 化石体の種類。上下方向の線は、タクソン。矢印は、タクソンの産出最上面、最下限を示す。化石体には、区間体、間隙体、系列体、群衆体、多酸体の5つが挙げられる。ありがとうございます。